作者のやる気がないクソゲー、レジェンドなんとか。おもしろそう。はい、本日 BGM すげえいいぞ。なんだこの BGM。 クソゲーだったら BGM もクソにしてほしかったんだけど、 BGM はすごい良さそう。BGM めっちゃいいじゃん。なんだこれ。いやー、かっこいい BGM 流れた。ということで本日はこちらのゲームをやっていきたいと思いますので、作者もどんな感じでやる気がないのかっていうところでやっていきたいと思います。もうやばい、ずっとこの BGM 聞いていきたい。やばい。まあとりあえずまあ BGM はいいか、 いきます。もうニューゲームやっていきたいと思います。やばい、聞きたい。BGM が聞きたくて進めない。まあとりあえず行くか。はい、ニューゲームです。このゲームはフィクションです。別に手抜きゲーというわけではありません。多分ってなんだよ。キャラクターの意思は公式とは異なります。意味もなく作者が出張りますので、出張ります注意です。はい、解釈によってはユリ要素があります。大変ぬるい。主人公に名前を付けてください。デフォルト名はエスケープ X キーで削除できます。スマホの前に2本指タップと。まあハロルド、まあこれはまあそのままでいいでしょう。ハロルド、なんだハロルドあって。ハロルドあじゃなくていいんだよ。これだって消すんだよ。これ消去はできないんだけど、ハロルド決定。フリーゲーム界では原因不明の奇病が流行っていた。それは作者のやる気のなさ。そうだよ、作者がやる気がないクソゲーって言ってるゲームだからな。キャラクターに人生すると恐ろしいものだった。そしてその奇病にかかったものは風呂に入る意欲すら失らせ、うせ35ヶ月後に死に戻りを始めるのだ。我らが英雄もついにやる気がなくなった。やる気なさそうな絵だな。ハロルド、やる気がない、もう何もしたくない。マーシャ、そんなハロルドさん、私たちを使ったじゃありませんか。必ず魔王を倒すと。そうです、魔王じゃすぐそこですよ。もう君たちで倒してくれ。すげえ主人公だ。いや、倒してください。あれだけ使命感に満ちていたハロルド様、一体何があったの。説明するのもめんどくさい。まさにやる気がねえ RPG だな。いや、ハロルド様、が口を出してしまわれた。私らはどうしたら。嘆いても仕方がありません。我々だけで言いましょう。ハロルドはパーティーが。主人公が最後ラスボスと戦わないゲームとかあんのかよ。あれ、すまねえんだけど、終わり。終わりですか、このゲーム。終わったな。あれ、なんか動いた、クリックしたら動いたな。魔王につきましたね。みんな頑張りましょう。勇者は、主人公は、まあ、さっきの女の子。ああ、私も何もしたくありません。すべてがどうでもやる気ねえ。あなたはね、ハロルドはどうするんです。ハロルド知らんわ。この女の子もやる気なくしちゃった。思い出してください、あなたのハロルドの思い出を。あなたはあんなに唐突な回想。マーシャ、強くなったな。この父を倒すとは、あの父を倒したの、マーシャ。父を倒したんだ、マーシャは。お父さん、お父さん、お父さん、私の狭い世界の全てだった。これから私はどうしたら。生き別れのお父さんが敵の四天王だった。あ、そうなん、そんなことあんの。人生混乱しているんだね。しかも倒しちゃったし。これからお父さんの記憶を俺で書き換えるのはどうだい。狭い世界にいたって言ってたけど、これからは俺が君を広い世界を見、君に広い世界を見せてあげるよ。かっこいいこと言うね。私は自分でもめんどくさい女だと思いますか。それでもいいよ。私は嫌だな。めんどくさい女が、のは、女はちょっと私は嫌なんだけど。まあ多分ハロルドは優しいからいいって言うんだろうな。私はあなたを愛するように、あなたにも私をずっと死ぬまで愛してほしい。まあなんだろうな。普通に聞いてれば別にいいんだろうけど、私ちょっと重く感じちゃうんだよな。ちょっと過去に私はいない、ちょっとそういうのがあったので。若干のトラウマがあります。はい。これちょっと重めの人には。はい。構わないよ。天然たらしなのでよく考えていない。ハロルとマーシャの恋話は長編なので続きはウェブで。作者中ありません。年かよ。年かい。唐突な回想終わり。
アロルダ、パソコンのあなたが全て失った後に得た新しい希望。それぐらいが彼のことを好きだった。その場で見ていて、ま、微笑ましく思っていたのです。おとんも勇者もどうでもいい。もうマーシャこの状態でいいんじゃない、もうこのまんまでいいよ。マーシャに関しては主人公はちょっとやる気を取り戻してほしいけど、マーシャに関してはもうこの状態でいい気がする。私はこんなことになるからもっと早く伝えておけばよかった。私はあなたたちが好きだった。私は恋はよくわからないが二人のことを祝福していたのですよ。パダコンとハロルド好きな属性を失ったらあなたはキャラとしてどうなるですか。へけマーシャがパーティーが主人公もヒロインもパーティーが外れちゃった。もう残るはよくわからねえキャラが一人残ったな。あ、二人いるじゃん。もう一人誰なんだ。まあ、とりあえずわかんないけど、そのまま進んでいくか。こいつもかよ。こいつもやる気なくしちゃったのかな。皆さんの役に立つために僧侶を志しましたが、他人とかもうどうでもいいや。また私にどう、一人どう思われるか知らんわ。私はただここで渦巻くまっていて。ルキーさん。今こいつ誰誰になってんだ。テレーゼって今出てきてないよな、この会話で。今のところそこには何もない。右側にも行けないから、あ、これ階段があるね、下に。事件目の前です。これ右にも行けないんだろう、どうせ。そこには何もない。ってことは上に行けってことだな、つまり。はい、魔王に来てよ。あの主人公もヒロインもなんだこれ、このゲーム作者の話。やる気ねえ。イラストもやる気ねえし、魔王はすでに我が倒した。やる気ねえ。貴様、想像主である我に逆らうとか。いい目をしてや、かかってくるがいい。あ、これ、作者の七種のゴンベイが出演。ちょっと、もうちょいデザインどうにかしてほしかったら、やる気なさすぎんだろ。戦うか逃げる、戦う。攻撃かが魔法、もちろん魔法使って、魔法なんもねえじゃん。魔法なんもねえんかい。攻撃。七種のゴンベテリザルゴン218倒したよ。なんだこのゲーム。一発で終わった。我は9レベルで終わるわけには。作者の名前が制作中に変わってしまった。作者は意味がわからんことを先にテキストと悲鳴が合わないけど消えていった。え、終わりで、この奥の部屋に行けばいいの。あら、入れねえ。じゃあ戻るやんかな。帰るか。帰ろう。あれ？ルキウス？あ、ボスは落ちてもう世界救われない。新ボスがいるんじゃないですか。軽っ。どういんの？いなくね？いねえよ。あ、隠し通路を見つけた。やる気がないラストランチョン。ふっふ。あ、マジの父じゃん。私らしいのもさ、あの時死んだと思ったから死体ぐらい確認しておくべきだったら、貴様に出されてから結構分かったが、早いうちに奇病にかかった私は、死に戻りでループするうちに作者とコンタクトを取れるルートに気づいた。作者と通じるということは、この世界の神になるのも可能だ。あやつめ利用されているとも知らず、そして私はこの世界に乗ったなら、私はマーシャの父の言う器だけで終わる男ではない。ずっと野心を抱いていたのだ。え、貴様、世界を救う気か？なら私を倒してみろ。どうせ攻撃しかできねえんだろ？マーシャのおとんが出現。あ、なんか随分かっこよくなったじゃん。絵が。あら、これに関しては随分かっこいい。戦う。で、魔法ができないでしょ。で、攻撃しかできないから、もうこれ攻撃のマーシャの音を一発食らして、多分これでもうゲームオーバーじゃない。で、倒れるだ。あ、食らった。629。攻撃、マーシャの音。あ、攻撃かわしたじゃん。あ、これやられるぞ。あ、ミスった。これ、やられるじゃん。倒れた。テーザー戦いに敗れた。ゲームオーバー。終わった。あれ絶対勝てないじゃん、あれ。ちなみにあれ、あいつ倒せんの？さて、もう一回再戦だぞ。これ魔法使えないよなって。一発目は攻撃食らったから、一発目は攻撃するでしょ？で、あと防御。で、防御だ、次。防御。325。アイテムなんかあんの？アイテムもなんもねえし。攻撃は？あ、食らうじゃん、攻撃。え、これ強っ！あ、倒した。なんだこれ、ただの運か。当たるか当たんないか。おとんのへそくりを手に入れたらいらねえだろ。これ今お金手に入っても使わねえだろ今後。マーシャのおとんを倒した。私には死に戻りの能力があるのだ。何度でもさ蘇れるぞ。世界は貴様に渡さない。何言うてんや。
裏切ったら許さない、一生恨んでやる。能力も取り消す、作者の亡霊。何か世界はテレーザの手により救われました。よく分からねえやつの手によって救われたぞ。主人公もいねえけど、ヒロインもいねえけど、そしてなんか主人公とヒロインのことをよく語っているやつもいなくて、なんかよく分からないやつだによって救われたしです。なんだこれ。マーシャの音のぬくもりが消えてしまった。ラスボスに主人公もヒロインも第三者のやつもいないってどういうこと？素晴らしい、あなた一人で世界を救ったブラボーです。なんでここで仲間になったんだよ。押せよ、ラスボスの時に仲間に入れよ。でこれでマーシャもここで仲間入るんだろう、どうせ。ティエさんもおめでとうございます。お疲れ様です。私のワップで宿屋はどうですか？どっから宿？申し訳ありません。私寝つけなくて。あなたは一人で世界を救ったんです。本当にすごいことです。突然です。私、元気に入ったからお風呂に入りたい。一緒に入りませんか？カッポー。読めない。これなんて書いてあるんだ？カッポーンか。なんだこれ。だから BGM だけいいんだって。BGM だけ素晴らしいこのゲーム。なんだこれ。いや BGM はいいよ、 BGM は素晴らしいのは分かったけど、プレステック眼鏡ありがとうございます。マーシャ、あなたのために生きるって決めました。私はループし続けます。この地獄の世界、ザ・エンド。本当にクソゲーだったな。作者のやる気がない、本当のクソゲーでした。まあクソゲーって言ってるけど面白かった。私はこうやって楽しめたので、誹謗中傷じゃないです、褒め言葉としてのクソゲーっていう意味です。だから BGM だけいいんだって。意味わかんねえなあ、こういうゲームなんだなあ。ということで、本日は作者のやる気がないクソゲーレジェンドなんとかということで、勇者もヒロインもラスボスに参加しない、ちょっとまさに斬新なゲームをプレイしてみました。またね、よくわからない RPG だったらやっていきたいと思いますので、また遊びに来てください。以上、ゆうでした。バイバイ。 BGM だけ良すぎんだよ。気づかれんだよ、気づかれんだよ、気づかれんだっつったろ。リンク、リンク、リンク、おげん、うまい。頼む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 。